いや、俺言いたいの言うか。あ、そうやね。地元の回転寿司って気になるけどね。ああ、そうやな。俺もだって和歌山やし。なんなん地元の回転寿司って。なんかさ、俺さ、2年前ぐらいに多分、うん、コロナの時一回帰って、うん、で、なんか、ほんまに多分系列、どこの系列かわからんねんけど、うん、まあどっかの、チェーンでかいチェーン店の、うん、多分その系列ではあんねんけど名前が違う回転寿司があって、うんうん、ほうほうほう。でちょっと名前ごめん思い出さないけど有田にあるやつで、うん、でちょっとコロナ対策してたんその時あっていうのがそのどこの回転寿司屋さんもさコロナの時ってめっちゃ売り上げ上がっててあ実はそのめっちゃ仕切られてるしこれ衛生面大丈夫やしっていうので、うんうんうん、実はめっちゃ売り上げ上がってて、うん、でそのめっちゃコロナ対策もされてて、うん、自動でペッパーズみたいなあ治ってロボットみたいなそう何名様ですかみたいなやつがあって、うんうん、うわめっちゃ進化してるやつってそんなんじゃなかった昔行った時は確かにでその入れて一人ですあ一人でね一人ですね、うん、って言って、うんうん、はいでこれだけやります一人ですねはいってなったらパーって店員さんが来ておいでさんお疲れ様ですってどうぞこちらってこいつマジで何の意味が何の意味がめっちゃ金使ってそうそうそうだからまずこれだけでいいねペーパーかにわざわざどうせ機械だしまずね、うん、なってほんで行ったらタッチパネルがついてるとまあ普通に頼んで食うてんけど、うんうん、で最終その枚数をさ、うん、なんかなんでか知らんけど、うん、俺普通に10枚ぐらいしか食って10皿ぐらいしか食ってるのに、うん、なんかそのお会計出たら絶対48枚になってやばすぎるよく分からんで、ね、なんか48枚ってなって48枚でよろしいですかって言ってそんなわけないやんそ誰が48皿食うねんってそのでいや違う違うってよう分からんからどうしたらいいかも分からんからとりあえず呼び出す店員呼び出しみたいなだって店員さんが結果数えてくれてあじゃあ10皿ですね意味ないな会計してくれたからやばここマジでそ全部失敗してる大金かけて全部失敗してるテクノロジーでまださんうまく、ね、調和できてない何も調和できてなくてそうそうそう何してんねやろっていうねただただこれもう一人で聞くだけで店員来るのやばい店員来るのやばかったやばすぎるなお待ちくださいって言われペッパーくんみたいな多分あれもペッパーくんじゃないペッパーくんじゃないやみたいなやつがそう変なやつにあ確かにじゃあ骨付きバナナ確定申告確定申告確定申告俺やな確定申告これね確定申告はね僕はちゃんとやってるんですよはい、はい、まあ芸人の給料もさえしこっちのあのお店ねまあ、あの収入との合わせて、うんうん、でも税理士さんに最後投げてるよね、うん、ある程度自分でまあバーってまとめてあとお願いしますって言ってて、うんうん、で結構その食品とかこのバーで使う食品とか、うん、お酒とかジュースとかも全部さ、うん、そのレシートを、まあ、渡すわけよ全部あ、はいはい、でまあお店とかお笑いに使われへん経費のレシートとかはもう混ざらないように俺全部省いてるのよ、うん、それはもちろん、うん、だけどそのドラッグストアでここのバーで使う水とか炭酸水とかバーって買った時に、はいはいはい、まあコンドームをね買ったのおー一緒に、うん、一緒にバーで使うわけじゃない個人的に使うわけバーで使うわけじゃないよでそのレシートをさ、まあ、分けてもらって、うん、コンドームの方はピャッて捨てて、うん、こっちだけのレシートを経費として出すのが正解やね、うんうん、本来、うん、俺はその日たまたま忘れててあたまたまねあであららそのままもう何も分からずにその書類の中入れて、うん、今年の、 その2月ぐらい確定をするときに出してたのよ、うんうん、はいはいはいで税理士さんが初めてこの間バウに来てくれてあでなんかいや経費精算大変やったよみたいな。いや、すみません、結構細かいのいっぱいあったでしょ。いっぱい渡してるからね。そうそうそう。でかいレシート何枚とかじゃなくて、細かいのがいっぱいあるから、まあ、すみません、ちょっと時間かかったっすよねって言って、ああ、みたいな、うん。ほんで、君大丈夫かみたいな。大丈夫か何のことですか、うん、まあ、ここで初めて俺はその、コンドームが入ってしまっているレシートを出してることまあ知らされてるけど。うん君その年に5、6回しかしてないってことおいもっとしとるわめちゃくちゃしとるわおい俺はそんな主張していいことなのそれいや知らんその税理士さんに税理士さんに言ってた税理士さんもっとしとるわなめんな別にホテルにあるし今度まだ自分で買うんでも俺は別に測ってるやろうけど何回じゃあして1年間1年間まあでも420 やば420
1日 1.3 ぐらいしてる。1.23 ぐらい。1.23 ぐらいしてる。すごいな。まあ平均な。平均ね。1日5回する日もある。えぐいね。骨付きバナナ。そしたら僕のじゃあエレベーターの中。エレベーターの中。エレベーターの中。エレベーターの。これはなんかようやくちゃんとエピソードみたいな聞けそうやな。ああまあエピソード。日本語の端っこをついつついてたばっかりから。エレベーターの中ってすごいなんか沈黙がなんか流れて。すごい気まずいじゃないですか。ああ、まあまあみんなちょっと上向いたり携帯触ったり、うん、そうそうそうとか、あの、まあ、僕の家のマンションもエレベーターあって、まあ、僕、ね、4階なんで乗って、で知らん人、うん、まあ、一緒に乗ってくることもあるのよ、うん、だからあの、まあ、俺がこう荷物とかさ持ってなかったら別にスマホとかさってまあまあまあこんななんとなくやるけど、うん、その荷物が持ってなかったらなんかもあ持ってたらその手も携帯も触られへんずっとこの状態みたいな、うん、で向こうの人もなんか何もしてないみたいなったら、うん、なんかすげえ気まずくって、なんかその気まずいよ。気まずいのよ、うんうん、でそれ結構嫌で、うん、で、なんかそうやったらなんか音楽とか流したらええのに。出たよ。前なんか電車の中も音楽流すみたいに言ってたもんな。ああ、いつもな、まあ、その空気重いなと思って、うん、それかもうなんかバイトとか雇って一人設置してなんか盛り上げてくれる人。やばいこと言い出して。めっちゃ嫌やね。誰が払うよそのめっちゃ嫌やね。バイトなんかお前が払うんけそれ。ええー、それはそれなんかエレベーターのじゃあマンションの人とかが。なんでその家賃からちょっとちょちょ100円ずつぐらいさ。おい、いらして。気まずい。それの方が苦情出るわ。気まずいわ。俺嫌やね。なんかみんなずっと大勢いればいるほど気まずい。なんか変に繊細やな、そういうところ。気にしなさそう。いや、めっちゃ気になるわあれ。気まずない、なんか俺は全然。あ、そう。前とかその、まあ、ちょっと気まずいで言うと、前その普通に友達と2人でエレベーター乗った時に、うん、いやでもさみたいなって言って俺が喋った時に、そいつが気まずそうな顔してたからそのいやあんまその普通に喋るみたいな顔されて、まあ、まあ、そうか、あ、まあまあまあね、知り合いは嫌やけど、なんかそのそう知らん人で喋ってくれる人おったらすごい助かる。俺いつも、うん、まあ、なんかそのたまにさ、うん、笑かそう、周り笑かそうとしてる。まあおるね、やつ。おるおるおる。あんなんはどう？いやあれちょっとイラつく。あれイラつくやろ。なんかあいつつけへん、なんかおもろいやろ、聞け。なんかそのちょっとやんちゃっぽい人多いやん。そうそうそう、やんちゃっぽい人。おもんないしさ。まさにやんちゃっぽい人がエレベーターの中ではしゃいでもおもろかった試しがない。うん、みんな笑ってるって言ったらおらんやん、なん絶対。あ、待って俺引っ込まれした。俺さ、そのエレベーターのさ入った時に、うん、これさ、つってそのうーんって上がってる時ね。上のさ、ここなんで鏡張りか知ってるって言って、知らんみたいな、教えてやって、いやちょ考えてよそんな、って言って、何やろ、鏡、痴漢対策って、いや違う、そのだってそのみんな上見てないんじゃない、あそうか、ピシーって言って俺出たかって、その子にはさ、その後ちゃんと車椅子の人がバックで入ったりしやすいためやって教えてんけど、その時におった他の人がめっちゃモヤモヤしてたよな。確かに。なんなん、絶対みんなググってるやん。大型でバーのエレベーター上鏡みたいな。思い出した。これは嫌やな。これ俺逆に気まずさせた、これは。上手。上手。骨付きバナナ。じゃあセルフローリュは？セルフローリュって皆さんご存知ですか？いや、あんまわからん。まあ、ローリュっていうのはそもそもサウナの中のまあもう儀式。うん、あ、儀式なんあれ。あんまわからへん。まあ、たらあのロウリュ今から始めさせてもらいますっていう、まあ、おっちゃんとかお兄ちゃんとかが来て、大概はこのパターン来てくれて、来るんや。そう、ほんで、今日の、こちらを、なんかエッセンスはなんかラベンダーの香りですみたいな、香り、ラベンダーの香りですけど、うん、いきますってシャーってかけんね、あの遠赤外線のあのジュワーって蒸気出るやん、うんうん、だからそれがもうこうなの、ほんまに熱いんだって100度近く、うんうん、ほんでもうやけどしやすい人、皮膚が弱い人はもう出てくださいみたいな感じで、こうやってバッサッバッサッバッサッってタオルで仰がれて、熱風がこれ、あ、熱風が、あっちゃーみたいななるけど、うわ気持ちいいみたいな、ね、最終整うみたいな、うん、それが気持ちいい、それ気持ちいいのよ、うん、で俺とかさ、ようサウナ行くから、うん、もうローリューめっちゃ好きなんやけど、うん、たまにそのセルフローリューっていうのがあって、セルフローリューそういうおっちゃんたちが来れへんパターン、ほう、自分でここになんか水の樽みたいなのがあって、うん、こうやって3倍かけてくださいみたいな、はいはいはい、3倍以上かけたらもう蒸気エグすぎて、そういうのやめてください、はいはいはい、で3倍かけてシューってなり出したら、ここにやる砂時計パンってて、まあ、10分とかや、うん、スタートになってあっちやみたいなってなって、ほうで前言ったらその3倍以上かけないでくださいはさ、この10分、うん、10分経ったらまた3倍かけてもいいけどっていうことでもある、なるほど、まあ、おそらくね、うん、で俺入って2、3分経ったぐらいにその別の人来て、うん、あーちーって、
うんまあ、なぜならばローリュスタートしてるからもう俺が、うんうん、ローリュしちゃってるからそれが、うんうん、あっちへ入ってきて、うん、何も考えないローリュやってうわシャーシャーシャー、うん、俺えっえってなって、うん、その言おうかと思ったけど、うん、なんかやってますよ、ね、なんか言えんくて、うん、まあ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 ほんで俺的にもまだいけるかなと思った。あ3以上ね、うん、でその人も3いったから6いっちゃってる、ね、やだからあかんねん絶対に危険ってこと賞味危険あ絶対に危険でその人も入って2人の状態ってその3段目はちょっと広めというめっちゃ熱いほんまあそうなんめっちゃ熱なってあっスーッて、うん、それじゃあ8っつってマジで2分ぐらいそれ出てその最強に熱い状況でほらんねや残されてめっちゃ熱かってただまあそれでも耐え抜いて出たんやけど、うん、ほんまも耐え抜いて出たんよねそんなにしんどい中でも耐え抜いて出たんよねなんでその終わり方出たのよね暑いから、まあ、そうですねちょっとゴミがおねみたいになってしまって出たんよねあその時もねそっから確かに危険なんやそうなんやめっちゃ危険なんかあ別にそれぐらい なんか何回でもええんかなと思ったけどいや結構危険あそうなんやコーダラが一発で KO よいやほんまに俺マジでサウナとか弱すぎて汗が出ないから俺はそれ体質的にな出にくいからめちゃくちゃマジで10秒ぐらいでいつも出てるもんサウナいやほんま俺10秒熱こもりすぎてマジで倒れそうなんねほんまにそうね俺が汗っかきやからなあすぐ全然まあ向いてるやろなサウナやから、うん、でしょうね、うんうん、でしょうねじゃあ骨付きバナナ、はい、じゃあ僕の最後のダウンロードゲージこれも一回言ったかもなダウンロードゲージパソコンとかやったらダウンロードゲージとかさ、まあ、ダウンロードじゃなくてインストールゲージとかさなんか緑のまあアプリとか取った時に出るでしょこれ出る、ねまあ、何パー1個パー10パー20パー25パーとかさ、うん、でももビビビでいってさ、うん、で100になるやん、まあ、そこまで俺はずっと待ってるわけやんこれなまだかなまだかなみたいな100まだかなってでまあそれチラチラなんかしながらなんか見てさ100万にまだ90あとかさ、うん、で100になってまだ終わってないやんみたいなこの 100からさ150ぐらいの時間とかあるやん全然そんなことないいやあるよめっちゃあるよあるよねあるよねだってちょずっとじゃだってさ 100になりましたもう100出てんねん100ってでだけどなんか白いなんか波みたいななんかずっと波緑の中の白い光何それ何すよ何限定の話してるのいやもちろんパソコンの話よ緑のなんかゲージ緑のゲージ緑のゲージじゃないそう、まあ、ウィンドなんか緑のゲージでこれがまあちょっと物体っぽくなって白い光がこうなんかさこう当てられて光がつでなってて100のもずっとまだ進めへんみたいな100じゃあでそっからまた 2,3 分して、はい終わりみたいな次進めるで なるけどだから終わり終わりを100にしろよってこと。あれ？もう何この時間ってなんかさ、もうマジで、だから100になって、そっからなんか、うん、まだこのスッてこれが消えへんのだったら、その消える時間に合わせて100にしろよって、めっちゃ思うわこれ。俺、それさ、思ったわ。今ひらめいたけど。ひらめいた。その多分、100なったぜって見てほしい。誰がやそいつが、緑のそいつが。100になったとこ見てほしいから、うんそのだってどう思うお前さ自慢の息子がさ、うん、めっちゃ逆上がり頑張ってると、うん、まだ 5% ぐらい頑張れ頑張れ、うん、15% いいぞ、うん、いいぞ大掛けして40おお40いったら50までいったら100は見えるからねってやってもう90、80ってなってでお前がちょっと携帯見てる間にさ、うん、なんか満足げな顔で帰ってきてさ、うん、えってなったらできたできたさっきできて今日帰るって言われたらさいやいやいや 100% にしようってなるやんせっかく楽しみにしてたのに 100% ってなるやろ絶対違うこの100になってそれで言うんだって100で終わってその成果物やろそれ完成形は それを早く見せろよえ成果物じゃない何やこれ成果物じゃないそ100を見てからの成果物さっきから語尾きしめは何なのいや100を見てからのワクワクして成果物バーンでこんた100見ててない見なくていいやん100見たいやん100お前見たないかしらけどこいつは100を見てほしいやんいや長い時はめっちゃ長い成果その100の時間が長い時はめっちゃ長いわだか確かに 2,3 秒はさ、まあ、最悪3 2,3 秒じゃお前がなんかフラフラ上見てるとかあるよ首回してる30秒でじゃあ30秒長いけどそんな今までだってこれぐらいの速さで来て速いやつもあるよ、とかさ、うん、めっちゃ速いやつだったらとかさあれなってなってみたいな何って何やねん今のこの速さここなんでこんな長いのマジでいやしかもでもまあそれはなあれって何のパーセントだよな時間
完全に時間じゃないやろ、だったら。まあそうやろな。まあ大体何分だ書いて、まあ それ通りに行くやつもあるけど、うん、なんか、全然、うんうんみたいな。そうやろな。だってまあ最初さ、1時間で終わるって言ってたのにさ、うん、50分になってさ、40分になってさ、そう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 、40分のままずっと始まる時あるやん。ああいうのってまあ、しゃあないんじゃん。ああ、いいから。でも最後の100のこれ何に引っかかってんだろうと思って。まあでもなんか言ってしまえば、なんか低スペックなパソコンとか使ってるお前悪いじゃない。もっとええパソコン使えば。そんなことないから。高スペックな俺が低スペックな使ってるのが悪いって。高スペックな高台が。そういうことか。高スペックなやつ、サウナ10秒見られるから。高スペックな。関係ないやろ、それ。まあ、まあ、出し切れたじゃあ。いいね、まあ、とりあえず出し切りました。そうね。その、あれやわ、ちょっと自分中心に考えすぎよ、いろいろ。その、許せない話にしては。まあでもじゃ許せないと思ったからさ。まあ確かにな、そういうことは吐き出すときが必要やからな、うん、よかった。まあちょっとすっきりしました。ちょっとすっきりした、うん、あ、よかった。でも俺らはとりあえず、俺がまあ一番共感できたのは、うん、まあ、一応親子丼。親子丼ありがとう。今からじゃあ親子丼のことは他人丼、他人丼ね、他人丼のことは赤の他人丼っていう、これ呼んでください。ということで皆さんもちょっとこの普及活動に、はい、ご協力ください。お願いします。